こんにちは、キャタリストカナダの水谷です。今ですね、バンクーバー空港でカルガリー行きの飛行機を待っているところなんですけども、この1週間ぐらいバンクーバーで過ごしてみて思ったことをいくつかおしゃべりしていきたいなと思います。久しぶりに来たバンクーバーでしたけど、すごくなんかこうすごく楽しいというか、街も綺麗で賑やかで、ちょうどね、なんかブラックフライ、昨日ブラックフライデーっていうので、いろいろやっぱりショッピングされてる方たちがたくさんいて、すごい都会だし、いろんなものがあって、 おしゃれな街だったりとか、バーとかレストランとか、すごい楽しい街だなと思います。で、そういった楽しい部分もあるんですけど、やっぱりこういろんな学校を見学したり、いろんな教育機関の方たちと会って、高校だったりとか語学学校だったりとか大学だったりとか、やっぱり皆さん言うのは、日本人の留学生がたくさんいて、で日本人同士でどうしてもグループを作っちゃって、やっぱり英語が伸びること伸びないこの差が激しいと、何回か前の動画でも話しましたけども、やっぱりちょっともったいないなっていう形になってしまう留学が多いなっていうふうに思うんですよね。で、どうしたらそれを回避できるんだろうとかって思ってたんですけど、やっぱりバンクーバーってやっぱり英語ができるようになってから来た方が僕は絶対に楽しいと思うんですよ。でどういうことかっていうと、簡単に言うと、日本人の学生さんっていうのは初級と中級に固まるんですよ。なのでその初級と中級の部分だけを、違う町でやって、日本人が少ない町でやって、英語力しっかり上げて、それからバンクーバーに来たらなんか楽しいのになっていうふうにすごく思いました。でやっぱりそのカナダに来て、日本人のお友達ができて、日本人同士でいろいろ行動するようになっちゃうっていうのって、やっぱり最初言語がうまくわからないだったりとか、情報がないだったりとか、そういうなんかカナダの不安みたいなところを、みんながみんなお互いにこう埋め合うというか、そういうのもあってなるのかなって思うんですよね。実際例えば上級クラスの日本人が2人集まって2人で英語喋ってる分にはよくて、時々今日はじゃあ英語でとか今日日本語でとかっていうのが自然にできるぐらいの英語力がお互いあれば、なんかそれって別に日本人同士でも全然問題ないし、今のフレーズこんな風に言った方がいいって知ってたとか、その言葉の語源ってこんな風なんだよとかって知ってたとかって、なんかお互いにこう助け合えたりだったりとか、それぞれの経験をシェアすることによって、なんかすごいいい関係作れると思うんですよ、日本人同士でも。だけどどうしてもその英語力が低いタイミングでカナダに来て、バンクーバーに来て、不安なこといっぱいある中でこう英語力を伸ばしたいんだけども、そのなかなか上げられないっていう、ね、日本人同士と一緒になって英語を話す時間が少なくなっちゃうっていうのはやっぱりもったいないなってすごく思ったんですよ。すごい楽しい街だし、いろんな国の方たちと出会えるので、なのでやっぱり、前からも思ってましたけど、やっぱり最初の、初級から中級とか中級から上級に行くっていうタイミング時期は、もっともっと日本人が少ないところで揉まれて、で英語力、英語だけに集中する。やっぱりね、バンクーバーは楽しいことがいっぱいあるので、エンターテインメントだったりとかなので、お金もいっぱい使っちゃいますので、なのでどっちかっていうと、やっぱり最初の3ヶ月とか半年っていう、半年考えてる方だったら最初の3ヶ月とか、1年考えてる方だったら最初の半年とかは、ちょっと小さいところに行って、ものすごい英語っていう日々を過ごした方がいいと思うんですよ。せっかく留学するのに、その初級から中級になって終わったっていうのはすごいもったいないと思うし、どうせだったらそのもうカナダでも使える英語だったりとか、やっぱりその人生の中で一番なんかこう勉強した時期っていつですかって言われて、やっぱ留学中ですかねとかっていう、基本は今ですって言えるのが一番いいと思うんですけど、やっぱり留学中時はもうひたすら英語勉強したなって言えるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。そのためにカナダまで来てるので、なのでちょっとねプラン立てる時に、ただバンクーバーに行くことを僕は否定するわけじゃなくて、すごく楽しい街だと思います。いろんな方と出会えるし、でもそれを楽しむにはやっぱり英語力が必要で、初級中級の方がここに来ると
ちょっとなんかもったいないかなじゃないですけど、やっぱり違うちょっと小さな町で修行じゃないですけど、そこでしっかり英語力を上げてからバンクーバーに行くといいかなと思います。でバンクーバー、それともう一個、バンクーバーそのやっぱ物価高いなと思って友達、僕の今回のエージェントツアーで、まあ、タバコ吸われてる日本人のエージェントの方がいらっしゃって、その方がセブンイレブンでタバコ買ってきたっていう意味 で17ドルもしたよって言ってて、17ドルなんでも日本円でほぼ2000円ですからね。タバコ20本入りだからタバコ1本100円するっていう、すごく高いですし、まあ、ラーメン1杯チップ入れたら2000円ぐらいしますし、マクドナルドでも普通のセット頼んで、まあ、日本円にしたら1200円ぐらいかかると思うので、やっぱりちょっとその辺も考えると、ちょっともうちょっと安いところでもいいのかなっていう風な気がします。で日本人少ないところで探すとやっぱりいっぱいありますけど、そこはちょっと勇気を出してチャレンジしてみると、そこから大きな街に移ってみると、バンクーバーとかトロントみたいな街に移ってみて、勉強していくとまた面白いんじゃないかなと思います。いろんなことをね、バンクーバーで勉強、この1週間でいろんなことを教えてもらって、ちょっとそれはなんかいい留学をしていい結果をね、皆さん留学してもらうためにはちょっと考えてもらうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。参考になると嬉しいです。それではまた、ケタリストカナダの水谷でした。